またちょっと古戦場の話をちょっと戻っていくんですけど、うん、今回、まあ、アメリカと比べると4分の1っていうことといえどもですね、うん、500万円という数字っていうのは、まあ、かなりのね、うん、高額かなと思うんですけど、うん、結構貯金は大変だったんじゃないかなと思うんですけど、うん、こうコミュニティの方でね、質問も募ってるんですけど、うん、その中でね、お金どうやって貯めたのみたいなね、コメントもあったんですけど、どうですか、ぶっちゃけそこは。2年間で貯めましたね。うん、やっぱかなり切り詰めて。まあまあ切り詰めました。そうですよね。うん、確かにもう2年間ずっとそういった思いが継続してたわけだから、うん、カウンセリング行ってアルメニア行ったらもうやっぱ受けますよね、確かにね。うん、もう受ける気満々で。そうですよね、うん、ある意味もうやっと2年間の思いが積むから、うん、集大成として形になるみたいな感じで、うん、頑張って貯金してってところですよ、単純にそこはね、まあ、特に株で当てたとか、まあ、それこそビットコインの時期だったんじゃないかなと思うんだけど、そういうのは特にはないです真面目にコツコツっていうことですね、うん、あとまあ今回の手術の内容ね、僕も専門ではあるんですけど実際直接やったことはないので、うん、簡単にね教えていただきたいんですけど、どんな手術だったんですか、時間だったりだとか、うん、麻酔方法だったりだとか、うん、手術室の雰囲気というか、うん、まあ、そういうのもね、視聴者さんに伝わるといいなと思うんですけど、手術時間は聞いた話では6時間とか、あ、長いですね、6時間ね。僕前の説明で1時間半くらいで終わっちゃうとかって説明した時、うん、だいぶそこら辺はやっぱ現実と違うのかな、もしかしたら、うん、でもちろん全身麻酔で、うん、背中から入れる硬膜外麻酔も使って、うん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 、手術室の雰囲気は、うんうん、日本の病院とそんなに変わらないと思います、うん、ちゃんとした病院なんで。そうね、まあ、なんとなくイメージ的にはなんかもしかしたら日本よりも設備が整ってないんじゃないかとかね、そういった心配もするんで、そういったことはなさそうでしたか。それはないですね。ああ、それはいいですね。うん、日本でも小さい手術大体一人でやるんですけど、大きい手術だと何人かドクターチームになってると思うんですけど、うん、チームでやってたんですか、それとも一人の先生がやってたんですか。二人ですね。あ、二人のね、うん、まあ、いわゆる師匠と弟子のセットみたいな感じですかね。弟子二人が、まあ、弟子って言ってもベテランの弟子二人が執刀してて、はい、師匠は見てなんか指示するみたいな感じですね。6時間で、じゃあ朝一からもう夕方過ぎまでずっと朝の7時8時とかに手術室の方移動して、まあ、起きたら2時3時とかだった。うん、手術ってまあ今大きく分けると髄内径って呼ばれるものとか、うん、障害固定っていうものを使ったりするのがあるんですけど、うん、どんな感じの手術でしたか。それはロンホーっていう、はい、ロンホー、新しいことですよ、うん、ロンホー LON LON、うん、レングセニングオーバーネイルズっていうので、ネイルっていうのが髄内径のことなので、はい、これこういうこれです、ね、これですね。ちょっと触ってもいいですか。あ、もちろん。すごいですね。これが大腿骨に入ってた方で、こっちがちっちゃい方は頸骨に入ってたんです、まあ、前も少しお話しました。いろいろ骨折した時に整形外科でもよく使うタイプになると、こう全く同じだったんですよ、おそらくね。会社の名前がちょっとこう知らないけどって感じ。インドのメーカーらしいですね。これを足のこういったところでこう、そうです、そうです、ズーってやるんですよね。そうです、うん、そのロンホーはこのネイルをある状態で延長していく、伸ばしていくっていう術式です。最初のイリザロンホーが開発された時はリング、障害固定器がずっとつかないといけない、骨が完全に固まるまでリングが外れないっていうので、10センチとか僕みたいに伸ばそうと思ったら1年以上リングがずっとつくっていう、まあ、結構つらい、結構つらいところじゃなくても拷問、まあそうですね。でも今は伸ばす期間は障害固定器が必要だけれども、伸ばすのが終わったらネイル、髄内径でもう骨を支えるんでリングを外せますっていう方法をやりました。なのでリングも早く外せるし帰国も早くできるっていう、その方法で僕はやってもらいました。すごいですね。で、手術終わった直後ですね、どうですか、痛かったですか。痛いですね。まあ、痛いですよね。どんな痛いですか。すっごい筋肉痛みたいな。 あとは足の手術だけどやっぱ全身ちょっと辛いんですよね。インフルエンザみたいな感覚でした。だるいみたいな。そう、だるくて熱っぽいみたいな感覚でしたね。一番辛いのは手術の直後の3日間ぐらいで、3日間ぐらい。そっからはもちろん痛みはあるけど、うん、割とスッキリはしました、うんうん、手術終わって、うん、で、まあ、喜び、後悔ってありましたか。後悔はめっちゃ辛い時にうわーって思ってた瞬間はありますけど、基本はないですね。うん、辛い、痛い、結構きついなっていう感情はありますけど、うん、後悔とかやんなきゃよかったっていう思うことは基本はなかったです、うん、喜びみたいなのはありましたか。今自分が目標に向かってプロセスの途中だっていう、うん、そういうポジティブな感情は結構ありました。
手術していきなり歩けないのかなと思うんですけど、うん、いつ歩けるようになりました？全部終わって帰国して、はい、帰国した直後もまだ歩行器を使ってましたし、1ヶ月ぐらい経ってもまだ杖をついてました。3ヶ月経ったら杖もいらないし、ほぼほぼ普通には歩けるかなっていうふうに。ちなみに日本に帰ってきて、うん、ご両親しかり、まあ、例えば友達とかと会うと思うんですけど、うん、みんなどういうリアクションだったんですか？大体僕友達伝えてたんで、はい、本当だったんだって、確かに背高くなったねみたいな、うん、ご両親もまあ同じような感じ。そうなかなかね、周りで、ね、10センチ急に高くなった人っていないと思うので、それはそうですね、まあ、ドッキリみたいな感じですね。あとまあちょっとね、ちっちゃい質問なんですけど、うん、今回あの金属入ってたんですけど、空港とか金属探知機で音が鳴ったりとか、そういうのないんですか？じゃあならないですね。なるほど。僕も心配で、まあ、ドクターにも聞いてたんですけど、はい、これは大丈夫だって。大丈夫ですね、うん、あと一応、うん、まあ、念のために飛行機乗るときまだ車椅子だったんで、こういう高校こういう手術をした患者で、うん、今こういう状態でインプラントも入ってますみたいな、病院とドクターのサインも入ってる、こうなんか説明書類みたいなのをもらってたんで、もし必要だったらこれを見せろって言われてました。そうですね、だからまあそういうのもね、ちゃんとねケアしてもらってて、ですね、うん、せっかくなので私のコミュニティの方で質問をいくつか受けてるので、それをちょっとピックアップしながら答えていこうかなと思います、うん、同じような質問がちょっと、ね、3つ続いてます。手術してですね、うん、まあ、足が曲がって歩きにくくなったりすることはあるんでしょう、まあ、多分ゲンさんは歩きにくさはなさそうですけども、うん、ないと思います、はい、うん、ただまあそういった人もいらっしゃるんですかね。どうですか他の患者さんで、全てが順調にいっていない人も、それはアルメニアじゃない国とかでもそうですけど、なかなか予定通りに骨が固まらなかったりとか、リングが外せなかったりっていうので、ちょっと苦労している方もいるので、そういった可能性っていうか、もちろんね、うん、まあ、手術は 100% っていうわけじゃないかもしれないですね、うん、あとは今はね、まあ、お若くて、うん、多分全然問題ないから、うん、これはどうですか、70歳とか80歳になってくると、うん、その手術の影響っていうのは出てきたりするんですか、それともそういった説明ってありました、どうですか？大丈夫としか言われてないですね。まあ大丈夫、うん、僕も整形外科っていう立場から見て、うん、骨を切ってる場所が、うん、こういわゆるこう関節を形成してない部分なので、うん、まあ、そういった意味だと確かに比較的大丈夫なのかなっていう印象はあります、うん、ただ歩き方が、うんうんうん、まあ、検査は大丈夫かなと思うんだけど、あまりにもひどい人だと、うん、関節の軟骨がすり減ったりするのはもしかしたら早くなるのかもしれないですね、うんうんうん、あと周囲の反応が気になる、それ先ほども言った通り、うん、これちょっとね、乗せるかどうか別なんですけど、うん、どうですか、モテますか？モテますね。これは乗せなくていいかな。いや別に、まあ、いい別にいいんじゃないですか。もともとその167センチの時から、うん、まあ、そこそこモテてたと思うんですけど、うん、背高い女性ってやっぱいるじゃないですか、うん、ちょっとモデル体型みたいな、うん、ヒールとかも履いたりすると167センチだった時の自分だと誘ったりちょっとする勇気がなかった、うん、見上げちゃうし、うん、っていうのが今だったら連絡先教えてくださいって言ったりする勇気が持てたっていうのはありますね。これはね夢があるというかなんていうかね、うん、参考になります、うん、次が骨延長で15センチ伸ばすことは可能ですか？専門のドクターが診察をして体のバランス、胴体とか腕とか、うん、足の長さとかを見て、あとは柔軟性ですよね。あ、柔軟性関係あるんですよ。やっぱり伸ばしていく過程でどん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 こう筋肉が引っ張られてくるので、うん、まあ、線速ですよね、うん、あの僕も一時期そのかかとがつけられないっていう状態になったりもしたので、うん、十分な柔軟性があって、骨を無理やり伸ばした時に周りの筋肉を一緒に伸ばしてあげるっていうところになってくるんですね、うん、かなりいいコンディションが整った人なら可能かもしれないです、うん、でもまあ原則は僕と同じでマックス10センチって思った方がまあいいかなと、いいかなと、勉強になりますね、これもね。あとは好きな食べ物、好きな食べ物、好きな食べ物何すか？僕蒙古タンメンが好きです。蒙古タンメン、もしかしてあの辛いやつ、辛いやつ、そうそうそう、あれです、あれです、はい、次が骨延長手術として良かったと実感できましたか？もちろんもちろん、まあ、もちろんだよね、うん、そうだよね、ゲン、うん、さんの表情とか見ててもね、うん、すごく受けて良かったんだろうなと思うし、ゲンさんの性格がね決定力のある行動力のあるね性格なので、うん、後悔することはないでしょうね、うん、確かにね。今は、うん、なんかちょっとした違和感みたいなのがあるんですか？今は全然ないです。まあいずれ取れるっていうような感じですね、うん、まあ、痛みに関しては延長中通してリングがついてる煩わしさもあるんですけど、うん、熟睡はできない、浅い睡眠しかできなかったなっていうのはあります、うん、それ結構辛いですよね。それは結構辛いですね。最後のねコメントの質問です。骨延長したら運動できますか？ジャンプダッシュ特に足が負担かかる動作への影響が知りたいですってことなんですけど、うん、なんかスポーツって今されてます、うん、
特にしてないですね。日常的な生活する上での動作、うん、歩いたり、まあ、ちょっと走ったりとか、うん、しゃがんで物を拾うとか、うん、ちょっとジャンプするとかは別にできます、まあ、全然問題ないと、うん、確かにね、先ほどね拝見させてもらったんですけど全く問題ないかなと、うん、なんか撮ります歩いてる、そうですね、ちょっとじゃあこっからずっと歩いていただいて、あ、こっちまっすぐ行って、これ、あ、そうです、これこんな感じですか、いいですね、こんな感じですね、こっちターンしていただいて、ちょっとね、これちょっと一回屈伸とかしてもらっていいですか、そうです、全然問題ないですよ、あ、むしろ普通にやっぱ足長くてかっこいいなと思ってますね、ありがとうございます、はい、じゃあ最後にですね、僕のチャンネルはですね、まあ、身長を伸ばしたい方がたくさんいらっしゃるんですけど、うん、まあ、身長悩んでる方にですね、メッセージに何か一言いただけますでしょうか。身長は伸びる余地がある方ももちろんいらっしゃいますよ、うん、赤い方とか、うん、そうですね、それはもう身長先生の発信しているどうやったら最終身長を伸ばせるかっていうのはもう全部やっぱ試すべきだと思います、うん、どうしてももう身長決まっちゃってる、もうこれ以上伸びないっていう方は確かに前兆っていう選択肢はあると思います、うん、ただもちろんやっぱそこにはリスクとか辛い部分もあるから、うん、十分準備して覚悟を決めてやるとしたら選ぶべきです。だから絶対やった方がいいよっていうのはちょっとそれは言えないです。そうですね、うん、身長伸ばして僕が言うのはおかしいかもしれないですけど、うん、今周りの友達とかで決して男で身長高くないけどものすごく魅力的な人が何人もいます、うん、ビジネスだったり、うん、恋愛だったりで、うん、ものすごくアクティブでポジティブで活躍しているし、今の僕よりずっとモテてる男性、うん、例えば身長が全然170とか165もない人とかでもいるので、うん、決して身長伸ばさなくても魅力的な人間になることは当たり前ですけど可能です。今僕が思ってるのは、もしそういう人たちにもっと早く出会ってたら、もしかしたら手術を受けなかったかもしれないなって、後悔はもちろんないですけど、骨延長することが絶対いいとは言えないですし、それでもやっぱりどうしてもそのコンプレックスとか辛い気持ちになってしまうって人にとっての一つの選択肢であるのは事実なので、その時には僕が発信している情報も含めて正しい情報をもとに後悔のない決断をしてほしいなって思います。いろんなあの雑音っていうか、ネガティブないろんな声もあると思うんですけど、その中で正しい情報、有意義な情報を得て決断してほしいです。ありがとうございますセミナーを受けてるような感じで、人生ってやっぱり決断でやっぱり実行する力とね、あとやっぱりだけそれに対して責任も伴ってくるというか、ポジティブな面だけじゃなくて、まあ、ネガティブな面もね含めて自分の人生を、ね、選択していくっていうのが大事だっていうのがよく分かりました。ありがとうございますありがとうございました。ぜひね今後もお付き合いいただければと思います。もちろんです、よろしくお願いします。であとですね、源さんの方のチャンネルで成長ホルモン治療についてね内容を配信していきたいと思います、うん、そちらもぜひご覧ください。概要欄の方に貼っておきます。よろしくお願いします。ぜひご覧ください。じゃあそれでは、ね、今後も身長に関することを配信していきたいと思います。身長の方はチャンネル登録よろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバーイ、バイバーイ